とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、以前動画に出して、なかなか好評がありました、古代狩り、5周行ったら何が出た？これをね、やりたいと思います。今日も、5周行きます。80%。これぐらいのパーセンテージを5周行くと、金装備がどれぐらい出るのか、全部お見せしますね。アポカリプスプラス17。これでいきます。16だったらば、レアのリロールが2回だけども、17になると3回になるので、ここがね、ちょうど美味しいところの、線引きのところかなと思います。17だったら、結構、ユニーク品の金装備が出るので、いい感じだね。で、ちなみに、こっからスタートだね。冬の指先、闘志の締め具。この後の金装備から、お見せしましょう。それでは早速、古代狩り5周、プラス17で、行ってきます。一発目、ありました。いきなりあったね。ここはなんだっけ？無敵だっけ？無敵が出てきたっけ？まあいいや、3匹出てきてくれればめちゃくちゃ嬉しい。無敵は強いんだよな。こいつばかりはね、結構強い。おい早い早い、気持ち悪いぐらい早いぞ。プレートアワー、外れー。穴2つ発見。こっちから行きましょうか。外れ。大外れです。まあまあ、外れてもね、金は手に入るから、いいでしょう。金も重要だからね。お店で買うときに、足りなくなったら、どうしようもないので、金は、あるだけ嬉しい。もう、いくらあってもいいもんね。金なんかは。あれ、こっちはどうだ？外れかい。外れかい。一応 81% だよ。81% だけども、まあ、あのパーセンテージっていうのはね、ほんと当てにならない。うん、全然当てにならない。次行こう。まあまあ、古代人はあれぐらいでしたね。では、商人見てみきましょう。おっと、金メッキ。ほう、惜しい。めちゃくちゃ惜しいな。そうね。よくない。クールダウン。せめてね、やっぱ3は欲しいんだよな。3あればね、全く問題ないんだけど。これじゃダメだ。ダメです。魔術師のローブも、ダメだね。よろしくない。次。おっと、ストームランダー。出てるけども、旋風、真ん中が良くないね。エンチャントの真ん中がこれ良くない。クリティカル旋風はいいけども、真ん中がね、衝撃波だったら、これは採用だったけどね。ダメです。勇者、ダメだね。クールダウンが入ってない。無知、全然ダメ。ガントレットかい。締め具じゃなかった。アウト。闇のアーマーダメ。スプラウト。全然ダメ。もう一回更新します。ダメか。ボイドコールがあるね。グリ、おお！ああ、ダメだ。いやー。まあまあ、クールダウン二つあったけど、まあ三つあったとしても、リサイクルじゃちょっと使えないね。ダメ。で、ピグリンアーマー。クールダウンなし。ダメ。ボイドコール。お、無限がついてる。無限とマルチショットはいい。流れ込む魂もいいけど、テンポセフトはいらないかな。ボイドコール自体そんな強くないからね。はーい。では2周目行きまーす。2周目1回走。2つ見つけたよー。行きましょう。おっと、正解だ。雲のやつね。3匹来い。おっしゃ、むちゃくちゃいい。あ、でもここ、おい！おい！きついきついきつい！ここあれか、クリーパーが無限湧きだったっけ？おし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 、いいぞいいぞ。
え、これレベル上げに使える？ここもしや。あ、レベル上げに意外といいのかもしんないけども、まあ、雲も寄ってくるしね。あんまり意味ないか。よし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 。一気に3つ。変更で死んじゃった。変更で死んじゃった。いやいや。オッケーオッケー。で、横にもあったね。おし、正解。来た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 。運がいいよ。今回も3体。あ、1体か。勇者のアーマーが出てます。オッケーオッケー。序盤から4つ、金装備入手。次行きましょう。はいはい、来たよ来たよ。さっき3体出たからね、ここ。今回も3体お願い。1か。まあいいや。おーし！ピンクスコーンドレルかな？だね。ゲット！よっしゃ、調子がいい。また来たぞ。3体お願い。あ、1体か。あー、しかもノーマル品。ちょっといらないな。まあまあ、今回いいから、もうちょっと出てくれるかな？ 2 周目なかなか調子良かったね。では2周目の後の商人、見てみましょう。ダメ。やーり、うん、全然ダメだね。デュアルクロスボウ。よろしくない。次。魔術師、あ、ダメ。アーティファクトのクールダウンが全くついてないよ。闇のアーマーもついてない。ダメ。よろしくないな、本当に。更新します。クロスボウよろしくない。魂の採取も、ダメ。お、魂の棒、クールダウンが1個ついてるぞ。でも、エンチャントがよろしくないし、もともとノーマル品だからそんなに良くない。50。おっと、剣。これダメ。一番左が気になるな。ねじれたツタの弓。ダメ。バーストゲールも。あ、なんだよ。なんだよ。エンチャントが2つしかついてない。ダメです。ということで、3周目いきまーす。3周目、ようやく出ました。イノシシ3体来い。おっしゃ。うわー、ここえぐい。えぐ、なんじゃこりゃ。ラグいし。えぐすぎる、えぐすぎる。え、どこいる？もう一匹。いた。おっしゃー。来た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 、機械ソーブレードが。一つ出ました。ナイスです。しゃあ、また出たよ、ここは。あ、違う、ロイヤルガードのやつじゃないな。3体来い。あ、1か。おし、タイタン。うん、タイタンか。まあまあまあ、でも、いいスキルがついてきてくれれば、文句なし。ありがとう。出口の横に、一個あった。三周目、ラストだね。無敵だな。無敵三体きついな。でも三体来い。あ、一体。いや、無敵三体戦ってみたいな。よーし！え、ウィザーのアーマー？あ、フルメタル！おー！いいね。無敵はフルメタル出すのか。よっしゃー、ありがとうございます。では、商人見てみましょう。さあ、何があるかな？うん、ノーマル品か。ダメ。これもいらない。全然ダメ。おっと！ソウルフィストがあったよ。弓ダメ。ソウブレードもダメ。どうだ？ああ、よくないね。このランダ系の武器にね、痛みサイクルついてると、ダメなんだ。めちゃくちゃ弱いんだ、これ。はい、次。グリムアーマー。ダメ。これもダメ。カトラス。ダメ。もう一回いきます。おっと、骨の弓来たけども、どうだ？マルチ、ああ。よろしくないね。
バーストボーストリングがついてればワンチャンあるかもしれないけども、これはよろしくない。ファントムダメダメ。はい、4周目いきまーす。4周目ちょっと調子悪いね。これ初めてのところです。今回あんま出ないかもな。うん、しかも1体とかね、1体とかのやつだよ。おいし、次行こうかね。もうちょっと出て、出口の横にラスト1個ありました。ここはね、なんか3体出やすい気するんだよね。ここどうだろうか、頼む。あー、1体。おっしゃ、よっしゃ、来た来た、冬の指先出た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 。前回もね、冬の指先出て性能ね、まあまあだったのよね。今回はもっといい性能のやつ来てくれ。では4周目がこれでおしまいです。焦点を見てみましょうか。4回目はどうだ。よろしくない、よくない。アーティファクトのクールダウンがない、ダメ。そもそもノーマル品だからダメだもんね。勇者のアーマー、勇者のアーマーはね、俺ノーマル品でも結構いいと思うんだけどね。あ、金スキルはいいよ。ポーションバリアついてたから、あとエンチャントにクールダウン3だったらこれ採用だったんだけどね。惜しい。デュアルクロスボウ、よくない。ボーンクラブ、よろしくない。補充、ノーマル品しか出ないね。ダメ、これもダメ。これももちろんダメ。どうだ、あ、ダメだ、ノーマル品ばっかだ、よくない。これもうよくない。エメラルド装備、よろしくない。ではラスト行ってきます。5周目ももう終わりに差し掛かりました。来たね。これあんまり倒したことないかも。なんだここ、一体かい。あ、永続か。よろしくない。全然よろしくなかった。それでは5回目の商人を見た後に集計をしていきます。おっと、いいのあるぞ。弓、よくない、アウト。残り火、クールダウン1個はついてるんだけどな。惜しい、これめちゃくちゃ惜しい。で、狩人の弓、いりません。惜しかったな、残り火。おベビークロスボウ、ノックバックがついてる。で、無限、マルチショットがないとね、弓はちょっと微妙なんだよね。テンペストナイフ、よろしくない。魂の棒、よろしくない。次、全部ノーマル品、よくない。いりません。いらない。あと1回、全部ノーマルだ。ロング棒もいりません。鎌もダメ。無知、よくない。惜しい、惜しいところだな、これは。はい、ということで5周行きまして、どれぐらい出たのでしょう、見ていきます。こっからだね。こっから、全部で、結構出てない。おう、あ、15個だ、15個。15個出てます。では詳細を。プレートアーマー、いりません。これは、売る。ピンクスコーンドレル。光か。光が入っ、でもそうか。そうね。バーストボーストリングと光は相性がいいかもしんないけども、ちょっと微妙。そうね。一番エンチャントの左のところにマルチショットがついてれば、保留だったけども、これはいりません。バトルローブ、クールダウンが1個だけ、よろしくない。でもう1個ピンクスコーンドレル出てるね。エンチャント2つは全然いりません。勇者のアーマー、
よくないね。クールダウン1個のみ。狼、クールダウンなし、ダメ。爆発のクロスボウ、ダメ。これは、機械ソーブレードは最後に見よう。なんかあれはいいのが出そうな気がする。折れたソーブレード、いりません。こっちは？こっちは？いらないね。うん、ソーブレード系はね、痛みサイクルがついてないとダメだもんな。トリックボー！いらない！これ！ねじれたツタの弓。いらないね。いらない。はい。メタルアーマー。あ、惜しい！うん、変更ついてていいけど、エンチャントがちょっと微妙か。このゴリゴリの防御力のやつだったらば、ポーションバリアが欲しかったかな。ダメ。いりません。タイタン。タイタンは、ダメだね。よろしくない。下からいきます。はい。消費アイテムのドロップ増加。そうね。まあ、下が、まあ、クリティカル、痛みサイクル。そうね。輝きが。まあ、一応取っとこうか。一応取っときましょう。保留。冬の指先。どうだ？よくない。やっぱマルチショットいるもんね。一番左のエンチャントのところにマルチショットがあれば、よかったなぁ。これはいりません。はい。今日は15個出て、1個だけかな、保留は。あとはダメでした。まあ、こんなもんだろうね。また、やっていきます。はい。頑張っていくよ。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴。ありがとうございました。